札幌市内で路線バスなどを運行する上鉄バスが今月13日から大幅に減便することを発表しました減便するのは平日の真駒内駅と札幌中心部を結ぶ路線などで合わせて51便です上鉄バスは去年10月の冬ダイヤ改正の時に減便していましたが夏のダイ,ヤダイヤ改正を待たず追加で減便を決めるのは異例で過去最大規模です 理由は慢性的な乗務員不足と想定を上回る退職者や求職者が出たためとしています。期間は3月末までだということです。速報でお伝えしました。